涼感和尚です。はい。二つ目の動画をね、上げとこうと思います。とても大切な内容ですので、どうしても話しておこうと思ってます。それは、実はこの本です。21世紀人になるために、実践入門編、第1部ってなってます。実はこれは、私の、まあ、知り合いが、なんと、本にしてしまいました。本です。こういう小冊子ね。うん、素晴らしい。うん。で、私が、川口湖の、木の花酵素風呂、樹海の館っていうところがあって、今から20年前に、初めて訪れた場所であり、ここで、瞑想のやり方、それから、想念観察っていうんです。想念観察。このことについて、ここでしっかりと勉強をさせていただいたときに、そこにあった資料の一つをきれいに製本してもらいました。そして、なんだろう、趣味が高じてというか、こだわりが高じて、こんな立派な、本に、こう、作ってしまったんですね。すごいんです。うん。で、これが、大人気で、日本全国から、注文が殺到しました。で、今ようやく、こう、製本ができたので、改めてもう一度、皆様にご紹介しようと思ってます。で、想念観察について一言言います。想念観察。私たちは、よく瞑想しましょうって言います。いろんな人がね。うん、で、僕も散々瞑想しました。うん、もう散々やりました。で、僕にとって一番いいのは座っての瞑想っていうのは全然、なんかね、性格が合わないのか、なんかこうね、ずっと座ってらんないんだよね、じっとね。まあいいところ座ってられるのが、まあ20分ぐらい。なんかね、そわそわしてきちゃう。だから僕の場合はいつもウォーキングをしながら、いつもウォーキング瞑想っていうのをやってます。うん。静かな田んぼの道、あぜ道だとかね、うん。雑木林の周りだとかを歩きながら瞑想してるということです。しかし、やればわかるんですが、まず、無になることはできません。無になれない。うん。必ず、想念が湧くんです。想念が。ね。ああ、今日ご飯ね、夕飯どうしようかなとかさ。うん。僕であれば今仕事してないから、ああ、やべえ、このまま、一体いつになったら、いつまで、仕事しないでいられっかなとかさ。うん。ああ、そうだ、年金払わなきゃ、とかさ、うん。うん、住民税だ、とかさ、うん。あ、子供の学費、とかさ、うん。まあ、いろんなこと考えるんですよ、うん。ね。いろんなこと。なんか知んないけどね、湧き上がってくんの、勝手に。で、それがいいことも悪いことも、湧き上がってくるんだけど、みんなこの考えが湧き上がってくるのに、ここに意識が向いてないんです。だから、いざ個人セッションしたときに、あなたは何のために生まれてきたんですかとか、あなたは日頃、何を考えているんですかとか、いろいろとこう聞いていくんですけれども、結局何がしたいとか、自分は何のために生まれてきたのかって言われたときに、ほとんどの人が全く答えられません。うん。個人セッションしていると、ここは明確です。うん。ものの見事に誰も答えられません。それぐらい、なぜか、ぼーっと生きてます。その時の入門編の本がこれです。入門編の本がこれ。まず、なんだ、活字になってますんでね、本が好きな人はこれをね、ぜひ読んでもらいたいと思います。うん。何かヒントになればなと思います。うん。で、一個前の動画でも言ったけど、もう知識はみんな
持ってんだよね。みんな持ってる。持ってるのに、それが全然宝の持ち腐れになってる。で、知識はあるけど、魂の領域まで腑に落としてる人が、とにかく少ない。うん。ここが、本当に僕は、個人セッションとかカウンセリングをしていて、本当によく感じる。うん。まあ、そういう僕も、今の境地になるまでに、やっぱり20年ってかかったから、人のことは言えないんです。うん。だから、その気持ちもわかる。で、僕は自分もつい3年ぐらい前まではめちゃくちゃネガティブだったんです。もうネガティブの塊だったの。それから劣等感の塊。うん。とにかくね、自分の人生成功したという実例がないから、全部中途半端。だから、人前で何かを話そうとか、なんかこう、ちょっとこう胸を張って話せることとか、何にもなかった。うん。だから本当に自分に自信がなかったから、自分が好きじゃなかった。うん。で、そういう体験をずっとしてきてるから、自分もやってきたからよくわかるんです。ね。皆さんのお気持ちが。ね。だから、その辺だけ、自分が体験してるから、体験も踏まえた上で皆さんにお伝えすることができるんですけれども、その時の一番最初にやってほしいのが、想念観察です。想念観察。そのきっかけになる本を作っていただいたんです。ね。だから、興味のある人は、また私の概要欄、ね、LINE に、名前、フルネーム、そして郵便番号、そして住所、うん、連絡先などを教えていただければ、これを作ってくださった素敵な女性の方の方に、そのまんま直接、お知らせしますのでね、購入してもらえたらなと思います。うん、で、この本を作った方もね、全く営利目的の気持ちがない。本当ボランティアで作ったんだ。原価です、原価。うん。で、一人でも多くの方に、この本がお役に立つんなら嬉しいと言って、もう、みんなに、なんていうのかな、お配りしてる。うん。まあ、お配りしたって、これ、ただ無理ですよ。やっぱ、お金かかってるからね。本当原価でということです。うん。まあ、ということなのでね、何かの参考になっていただければなというふうに思います。まあ、何遍も何遍も言いますけれど、もう、輪廻転生、うん、こういう魂の学び、振り分け、もう今世が最後だっていうふうに言われてます。うん。もう、死んだら、もう、今の魂の仲間と、これからどんどん、そのお別れ、やっぱその波動にあった場所、5次元に行く人、3次元にとどまる人、その上の次元に行く人ってどん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 振り分けが起きるんです。もうここだけは、もう避けて通れないようです。うん。で、あの時、本当にハッシーの言った通り、本気で生きておけばよかったって言ってももう、もう取り返しがつかなくなっちゃうんです。だから、そこだけ、うん、その後悔がないようにだけしてください。うん。ただそれだけだな、なんかな。うん。ただ僕は自分は完全燃焼した生き方を今してるから、僕は変な話、もういつ死んでもね、何の後悔もないんだよね。うん。今、妻もいるしさ、子供も3人いるよ。うん。まだ、3次元的には養育費いっぱいかかるタイミングだけど、でも、無責任なようだけど、今この瞬間、神様によってプチャって、うん、殺されたとしても、なんかね、全く後悔ない。うん。なぜって。本気で、やりたいことを、ね、本気で、それも正直に、ね、思った通りにやってきたから。これを体験したから。うん。だから、なんかね、とてもスッキリしてます。それから、
なんか知んないけど、僕ね、糖尿病っていう病気で結構ずっと悩まされたし、肝硬変、一歩手前、C 型肝炎になって、20代の時には、抗がん剤も打ったんだけど、もうそんなことどうでもよくなっちゃった。多分ね、治ってると思うよ。うん。それぐらい、もう、病気のこともね、何にも考えてない。ほんと幸せです。うん。まあ、ということで、もう10分超えましたんで、この、21世紀人になるため、実践入門編、第1部ということで、この素晴らしい本ね、これを皆様に紹介させていただきました。ご興味のある方は、概要欄から、橋本に、問い合わせください。ありがとうございました。